はい、皆さんこんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。首先呢现在就是要跟大家说せーの新年快乐。这个影片上传呢虽然可能已经是一月底了，但是我们两个现在拍的时候是日本的新年嘛，还是跟大家拜一下年。那我跟文当现在要去日本的神社哈兹莫德。那什么是哈兹莫德呢？文当哈兹莫德の説明お願いします。新年を迎えて最初になんか神社にお参りに行って、まあ、今年1年をなんか祈願するみたいな、うん、そんな感じの文化が日本にはあります、ね、結構若者はね12月31日のね11時ぐらいに神社に行ってお酒飲んで、したら12時になったら鐘が鳴るんよ、うん、ゴンゴンゴンって神社の方ね。そうそうそう、その鐘が鳴ったら明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いいたしますって、そういう風に言う文化があるよ。这是12月31号的版本，那其他日本人大多数都是在1月1号、1月2号、1月3号大会神社参拜，祈祷明年一整年顺顺利利，就这个就叫做哈兹莫德这样。まあでも俺とルージャーね、ちょっとまあこのコロナの関係もあって、ちょっと時間ずらして、今ちょっと昼ぐらいなんですけど。现在应该没什么人了，然后日本政府那边有说，请大家去哈兹莫德的时候，就是不要碰神社的东西，然后在参拜的时候也不要去摸那个铃还是那个绳子，就是要防止那个感染这样子。那我们就出发去哈兹莫德吧。走吧。Go。Go。着きました。今日はどこの神社？泉神社ってそう。でもなんか車全然空いてたわ。全然人がいない。よかったね。やっぱりずらしてよかった。我们现在来到这个水前寺程序员的神社外面，它这里有一些小摊贩，有卖玉米跟烤鱿鱼。现在因为是哈兹莫德的关系，所以可能无料开园中。然后外面有放这个日本的过年，他们都会在外面放的这种装饰。因为前几天有下雪，然后可能有积雪，店家就在这里做一个雪人。可爱呢，好可爱。那因为出水神社他们这里就是水前寺程序员，里面就有很大很漂亮的日本庭园。他说要参拜的话呢，这样照一直线走。すごいね。ね、きれい。あ、見て。あの山きれい。本当だ。やっぱり動画じゃあんまりわかんないね。わかんない。うん、目で見た方がすごい。本当。水前寺公園めちゃめちゃきれい。すごいな、なんか。日本的庭园有很多松树。我很喜欢松树，就是长得很正气凛然，那种日本童话都会出现这种树。这个池塘里面很多鸭子，还有鲤鱼耶。すげえ、カモカモ、カモ、カモカモ。这个是什么鸟啊？キノコ、キノコ。哦，ほら，来来，ほら、キノコ、可愛い。来来来。走进庭院呢，就到我们今天要哈兹莫德的出水神社，然后大家已经在那边排队准备要参拜了。この木の色がまた綺麗だね。ね。新しい感じ。ぶーちゃんのハズモデするの初めて。そうね、初めて。文当想要跟大家讲要怎么参拜，可是他怕他记错，所以他刚才又查了一下。二礼，二拍手，一礼。した後に鐘鳴らしてお願い事言って、最後にお礼言って終わる。今日は鐘鳴らしちゃダメだよ。果然新年の参拝就是不一样耶、感觉好神圣哦。気持ちが切り替わるよね。俺もちょっと今年頑張ろうかな。何に乗った？1年何事もなく幸せに暮らせますようにって言った。喋っちゃって。あなたが聞いたんじゃん。那我们两个买了一个牛的会马，这个是500日元，它有附这个袋子。何書く？何書こうかな。どうしよう。何書こうかな。まず健康、病気にかからず健康でいられますようにかな。うん。私もこのぐらいでいい。文旦がずっと健康でいられますように。健康で病気のかからない1年になりますように。うん。めちゃめちゃ書いてる。健康で病気のかからない1年になりますように。1年が何でもうまくいきますように。おお、書いたんだ。はっばん、いきます。お願いします。お願いします。那日本的哈兹莫德呢，通常要做的事情就有三件。第一件事情呢，就是参拜。第二件事情呢，就是会马。第三件事情呢，就是おみくじ，要抽签。おみくじね、俺いつもね、いい思い出ないの。大吉ほとんど出たことなくて、基本中吉か末吉とかな。ルちゃんは毎年大吉なの。那我们来了这个出水神社，它有非常多种种类的签，有一般的签，还有这个是五个国家语言的签，还有这个是运气上升的签。那对面那里人比较多，我就不去拍了。对面那里呢，还有恋爱的签跟小朋友的签。
下のを取ろう。君に決めた。然后是我的。我跟你秀。好，那我们先看文章到底抽到的是什么。青椒。你是什么签？大吉。大吉だ。大吉。大吉だ。え、よかったね、今年。今年いい年だ。え、これめちゃめちゃ元気出るね。めちゃ嬉しそう、ぶーちゃん。嬉しい。いや、俺初めてだよ、本当。めちゃめちゃ嬉しいんです。よかったね。ありがとう。次は私だ。はい、ルーちゃん。然后是我。我每年都是大吉，不知道今年是什么，那个やだ。でもいつも大吉なんでしょ？でもブーちゃん大吉出たから、個人プレッシャーあるじゃん。いいね。緊張してるね。中吉。普通。跟大家说新年快乐。新年快乐，大家新年快乐。然后这个神社附近还有一个很小的神社，有这么多层鸟居，一秒来到京都的感觉。今天一次参拜了两间，还不错。叶ってくれる気がする。晚上跟文当来吃温野菜，果然冬天又想要吃火锅吼。そうですね。文当最喜欢吃 sukiyaki。sukiyaki だ。这就是我们两个今天吃的火锅，等等。现在等火锅沸腾。我们今天来的这家温野菜是有寿司吃到饱，所以有寿司，还有我们加点的水饺跟香肠豆腐，还有蔬菜跟肉。哇，棒！果然冬天就是吃火锅，那个超好吃。我们两个每次吃温野菜都会点来吃，就是像这样子，而且它这个味道还蛮浓的。今年の初めどうですか？なんかコロナであんまどこも行けなかったからさ、なんかまったりしてたから、本当に家でステイホームって感じ。とテレビゲームばっかりしてた気がする。なんか食材を買う時にだけ外出てたもん。そう。年越すタイミングとあと今日みたいに夏もで。ルーちゃんと行ってきたので、ね、楽しかったね。すごい幸せな気分。いやね、おみくじも大吉だったんで、今年はいいかなと思います。私は中吉でしたね。新年快乐。大家也新年快乐哦。虽然这影片上的时候应该已经一月底了。あ、ついにあのアクトリのルーが早い。このさばき本物だ。これがアクトリのルーというわけか。手強い。言われたことないよ。早い。なんだこの速さは。さすが昔四大四天王って言われた。アクトリのルー。これが水餃子のルー。来たらすぐに入れてしまうという恐ろしい技だ。ルーちゃんのマネ。水餃子の一の方。タッチパネル早押し。餃子の。二の方来たらすぐに入れる水餃子の呼吸三の方早食べ美味しいねうーちゃん鳥の呼吸一の方確認うーちゃんいつもねアクを取った後確認する癖があって結構アク取った後って油が浮いて汚いんですけどあれ見るのが好きなんです好きじゃないよ。確認してるだけだよ。那我们现在已经吃完饭了。吃完了。吃完了。吃完了。对，我们已经吃完饭了。那今年就这样子用这个火锅展开了。今年はこの鍋で始まりました。今年も皆さんもいい一年になりますように。よろしくお願いします。バイバイ。我们已经吃完回到车子里面了。一整年我们也用影片记录了我们两个人在熊本的生活。每次看大家留言，就会觉得说，虽然自己在熊本，可是就会觉得不孤单，有人陪着自己的感觉，就很谢谢大家去年一整年的陪伴，就请大家今年也多多指教。いや結構日本語のねコメントしてくださってる方もね結構いらっしゃって、自分はよく読ませていただいてるんですけど、皆さん本当温かいコメントたくさん、くださってる、ありがとうございます。自分もね、毎回見て心がホッとしてます。ポカポカしてます。自分もちょっと中国の語の方も少しは勉強して、簡単なやつだったら読めるんで、簡単な文章だったら自分も読めます。他的中文有越讲越好的趋势，不知道大家有没有发现？那明年请大家多多指教。よろしくお願いします。バイバイ。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ
しても